お待たせしました。これって何の集まりなの？みんなでプールに行くんだよ。え、でも私水着持ってきてないよ。大丈夫、俺の趣味で選んだ新しい水着を用意してある。でもこれサイズとかは？俺くらいのおっぱいソムリエになればサイズの判別くらい簡単だ。兄さん、さすがね。お待たせ、ケーキくん。トップバッターは佐伯先輩ですか？普通だ、佐伯先輩のくせに普通の水着だ。お待たせ。ところで南條はどうしてスケッチブックなんか持ってるの？男の裸をスケッチする絶好の機会だからね。あ、そう。ケーキ先輩、お待たせしました。おお、天使が水着を着てるようなキュートさだ。兄さん、どうかな？どうと言われても最高だと思います。ケーキ先輩、ユイカと滑り台で遊びましょう。ダメよ、ケーキ君は私と波のプールで遊ぶんだから。一旦話してもらっていいかな？俺の理性が危険で危ない。